ただきありがとうございます。本日はザ・沖縄アイランズラムっていう、ワンナンプロジェクト初めての、定番商品の発売1周年となります。拍手お願いします。ありがとうございます。昨年の8月8日にリリースいたしました、ザ・沖縄アイランズラム、ちょうど1周年迎えまして、で今回昨年のリリースパーティーの時もここクロス47様とコラボレーションでやらせていただきました。この、ワンナム本当にいろんな多くの今日お越しの方々もたくさんいらっしゃいますが、開発メンバーの方々がいらっしゃいます。そしてできたこのラムを特に私の、まあ、こういう言い方したらあれなんですけど、同級生の飲食店やられてるメンバーの方々、そしてそこに通ってくださってる同級生友達みんながもう本当に一生懸命、発信してくれて、私の知人の方々、そして、まあ、もちろん水穂酒造、会社全力でですね応援していただきながらこの1周年を迎えることができております。で、今回私の挨拶としてはですね、そうだな、一回取り上げたいなというのが、実は養殖技術研究会賞という、めちゃくちゃどでかい賞をいただきました。もうこれは本当まぐれです。絶対ぐらいいつか時間ある時ググってほしいんですけれども、そこに出てくる名前の方々っていうのは今の日本のウイスキーシーンをもう全て作ってきた方々です。審査委員長は初代の、白州蒸留所の工場長、御年90歳超えております。で今年からの審査委員長は、知ってる方いらっしゃるかと思いますが、小清水誠一さん、日本のウイスキーを世界に広げていった方々ですね。そういうような商法を、まさかのワンナムでしかも私が取れたっていうのは、絶対これは沖縄のサトウキビ黒糖のポテンシャルがあるから、それに尽きると思います。私じゃなくて沖縄のこの、地域産業というものをバックアップしてくださる、皆様、応援してくださる皆様と一緒に盛り上げてきたからこそ得られた賞だと思ってますので、今日は、みんなでいっぱいお酒飲んで酔っ払って楽しみましょう。でこのクロス、はい、ありがとうございますで、クロス47さんからの持ち込み企画で一緒にやりましょう、養殖技術研究会社パーティーやりましょうって言っていただいたんで、今日あちらに料理長同級生の高田選手がいますが、めちゃくちゃ豪華な料理が出るという聞いてます。皆さん楽しんでください。そしてですね、後でもしご紹介タイミングがあればと思うんですけれども、レルカムドリンクでは、魔法ブリュー、つぼやに今年2020年6月に誕生した、めちゃくちゃもう本当に今後一緒に仕事していくと思うんですけれども、日本をおそらくすぐ取るだろうというクラフトビールが皆さん今、飲んでいただいているビールとなっています。スタイルとしてはこの泣き陣のスイカ、ヤガジの塩、そして、キュウリ、富士のキュウリを使ったインペリアルローゼというスタイルのビールとなっておりまして、こんなビールを、リリースして2ヶ月のクラフトブラリーの人たちがですね作り上げてるっていう、今日代表の重川さんも来てますので、皆さん後で交流してみてください。彼は本当に天才です。絶対ビールで、世界に行く人だと思ってますので、私たちもですね、クラフト蒸留所として、水干しの伝統ある会社として、彼らとつながっていきながら、もっともっとお酒を作っていけるように、行きたいと思いますので、皆様、ぜひ彼らもチェックしてください。で乾杯の挨拶に移る前にですね、もう一方紹介したい方がいます。この今回のクラフトコーラめちゃくちゃ美味しいですよね。これはご存知の方も多いと思います。茶壇町のタイムレスチョコレート、ビントゥーバーという言葉がまだ日本に存在してなかった時に、いち早く沖縄のサトウキビ黒糖の魅力に気づいて、私のワンナムを立ち上げるきっかけになった人物です。その林さんが、自ら創作してくれたクラフトコーラっていうものを皆さんに今日飲んでいただいております。でお料理にもですね、タイムレスチョコレートさんのカカオニブを使った、クロスとのコラボレーションの料理も提供させていただきますので、そちらも楽しんでください。お一言だけ林社長から、いただきたいなと思ってますので、ぜひお願いします。すみません、ご紹介ありがとうございました。タイムレスチョコレート代表の林と申します。本当に僕なんかこの場で話すことはあれなんですけども、私はもともと横浜で生まれて、海外、アメリカ、メルボルン、オーストラリアとこうコーヒーをやっていた時に合わせるサトウキビの魅力に取りつかれて、10年前沖縄に移住してチョコレート作りを始めたんですけど もう今でも忘れられないのが、私たちのお店に中津さんが来ていただいた時に、頭をこう抱えながらわーって言いながら、僕はずっと泡盛をずっと研究していたけれども、沖縄の基幹作物のサトウキビで世界を取ってやるってい もうものすごい宣言をされたのを、もう本当に人生のフラッシュバックのように覚えていて、でそこからは、2人で話し合いをしながら、今この会場にも来ていただいてるんですけども、 SG グループの代表のお母さんをはじめ、本当に沖縄県の方々たちにも、サトウキビの魅力を世界に発信していこう、黒糖という言葉自体を世界に向けて発信していこうということで、
私たちのチョコレートだけでなく、こうして味噌汁さんがあのコクトをしっかりとあの構築したお酒を世界中にリリースしたり、これから先、今まで黒糖というものが当たり前のように思えたものが実は世界では当たり前ではない、それを、みんなで力を合わせてこうつなげていくきっかけになればと思ったのが、本当1年2年前の話が、気づけば本当にワンラブがワンラブになって、みんながねこんなにもつながっているということに心から感謝しております。これから先もあのぶっちぎりでみんなで力を合わせて世界に黒糖の魅力、また利休の魅力、沖縄の魅力を発信していければと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。すみません、ありがとうございます。林田さん、ありがとうございました。今日プログラムとしてはですね、いくつかあるんですけども、多分まとまって お話しできるのが、今しかないと思いますので、先にご案内させてもらいますと、実は本日、林社長の方からにも、名前が出ましたが、実はですね、9時に終わった後、大体9時ぐらいに終わった後、皆様ご存知のエルレキオという、アジア、トピックに入ったバーですね。しかも今回、五感慎吾さんもたまたま沖縄にいらっしゃってます。そしてマネージャーの杉浦聡さん、この3人で今黒糖でリキオっていうプロデュース、プロジェクトを進めているんですが、この2方のおかげで今回ですね、短い、ルリキオさん、テーブル席貸し切りさせてもらうことになりました。しかも、世界一のバーテンダーの方、アジアナンバーになられた杉浦さんがいる中、ゲストバーテンダーとして入るのは私です。私のラムソーダを飲みに来てください。エントランスで1000円お支払いいただければそのソーダだけは飲めますので、その後はもちろんちゃんとエルレキオさんの美味しいカクテルもありますので、ぜひ2次会まで皆さん楽しみましょう。もう今日、いっぱいたくさん飲んで酔っ払いましょう。そしてやっぱり乾杯の挨拶は、沖縄の肝臓と呼ばれている私の水越の玉川からお願いしたいと思います。三崎社長、お願いします。ありがとうございます。水星蔵の玉なんです。皆さん若手ばっかりですけど、私は腰の部分には入るんですけども、で本日は私どもの中の特徴が今年のやつは、日本のトップのいただく賞の養殖室研究会の賞をいただきまして、この年齢でいただくことはまず今までなかったんです。それは評価していただきまして、これも何よりも今説明もありましたように、沖縄のサトウキビで何かできないかとかいろいろやる中でですね、青森作りをやりながら、青森のまた手法応用をしながらですね、沖縄の基幹作物であるサトウキビを使ったで黒糖を使ってダムを作ってダムの研究をどんどん進んでいきまして、今今日皆様にお味見していただいていると思うんですけども、そういうのが完成しましてですね、こういうふうに賞もいただくことができました。で先ほどありましたように、発売からちょうど1周年ということで、本日皆さんにこれだけ大勢の方にお声かけしたら集まっていただきまして、本当に感謝でございます。で何よりも皆さんにたくさん飲んでいただければなと思いますので、私たち沖縄のまた世界に示せるこのできるのはこのダムでできればなと思っておりますので、皆さんぜひ今日は乾杯を、ご一緒にしたいと思います。あとはたくさん飲んでいただきたいと思います。まず乾杯を捧げた後もよろしくお願いします。はい、それでは皆様、本日お集まりいただきましてありがとうございます。皆様のこれからのご発展等々記念いたしまして乾杯を捧げたいと思います。よろしくお願いします。それでは乾杯。ありがとうございました。しばしご観覧ください。たくさん飲んでください。たくさんもう今日ラムにもう溢れて浴びれてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。絶対言うとないもん。ありがとうございます。
な気がしましたよ。カメラが、あ、皆さん拍手お願いします。正解となります。はい、ビア2つ。沖縄県産のキュウリとスイカを使ったビールになってます。キュウリとスイカを使ったビール、カクテルっぽいイメージですか？カクテルっぽいイメージかもしれないですね。まあ、一応発酵終わった後にビールの直接はい、ありがとうございます。キュウリ、ラムシュワ。あー、うまい。
お疲れ様です。ありがとうね。お疲れ様です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 。シャンプー折れました。一回取ったら着席したのに。一旦取ったら着席だけした。すごすぎる。最初はここ詰まっちゃうので。あれよくちょっといじってる。これをみんなが見てるんですね。これは何も言いませんよ。よりよりそうだな。渋沢本当ありがとうございます。ファーストゲストバトル。ファーストゲストバトル。2年越しに。やっぱり一番美味しいですね。やっぱり。一番前、一番前、我々全てを知ってるんですか。イエーイ、イエーイ、ダムソーダ、3つ。はい、佐藤さん、ありがとうございます。よーし、カリーン、イエーイ、お疲れ様です。これ見たいな、やっぱり2人で共演してるの見たい。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。